串山咲さん28歳。試合とかに応援来てくれたりとかして頑張れとか言ってもらえるのが一番でかいし、いつも子どもたちから元気もらってます。子どもたちが応援してくれているのは何の試合かというと、ブラジル発祥のビーチサッカー。日本では女子の歴史がまだ浅いこの競技、連盟が主催した初めての全国大会で串山さんのチームは初代王者に輝きました。さらに個人でも15得点を挙げ得点王になったんです。アクロバティックなプレーがサッカーにはないプレーが多くて、やっぱ一番観客が沸く、あの瞬間が忘れられない。観客を沸かす串山さんの武器が、男子にも負けないような基礎技術と、まあ、男子に負けないようなオーバーヘッドっていう、この2つが彼女の魅力だと思うんで、あれが出ると一気に流れ持ってきます。去年と今年海外の強豪クラブでプレーした際もオーバーヘッドを決め、チームの優勝に貢献しました。もう一度日本一を取ることと、たくさん得点を決めてチームを引っ張っていける世界で戦えるプレーヤーになることです。チームの皆さん明るいですね。いやでもあのオーバーヘッドはすごいな。かっこいいですね。これからもね頑張っていただきたいですね。続いてはお天気。